KorinTV。6時過ぎたらワンカップ。劇団の団長さんが中目黒にいらっしゃいます。こんにちは。こんにちは。来ました、さきです。今6年目っていう感じ。Korin's Question。自分で劇団を立ち上げられて、そうですね。笑わせにかかってないのに、思わず笑えてきちゃうっていう、そのユーモアのお芝居がやっぱ好きで、そういうのを作って。やっていきたいなと思いまして。もともとなんか演劇関係でずっとやられてたとかなんですか？昔はクラシックバレエとかやってて、でも表現するのが好きだったんですけど、ダンスのとこ道は全部挫折しましてで、なんかでもお芝居を見た時にこんな世界があるんだとで、やってみたらなんて自由なんだと、役から出なければ役だったりなっていれば何しても自由というか、どんな表現でも変わっていっていいし、そういう面白さが、素敵。お芝居でご飯を食べてらっしゃる。なんとかすっごいめっちゃ切り詰めてますけど、なんとか今は生き延びております。生き延びてる感じね。生き延びてる感じ。素敵です。実は私も学生時代ミュージカル部でして、舞台に立って。歌ったり劇したりしてたので、すごく身近に感じます。実はですね、今回、作曲できる子が劇団に来たので、その喜劇の中にミュージカル要素が入ってくる。それは楽しみですね。ちなみに劇団員さんは何人ぐらいいらっしゃるんですか？劇団員は5人なんですけど、出演の役者さんは14人とかで、その5人っていうのは、役者を兼ねてるものもいるんですけど、創作が好きな制作メンバーみたいな感じで、半年とか5ヶ月前に台本完成させて、そこからオーディションして、出演役者さんは毎回オーディションで。そうなんですね。6時過ぎたらワンカップ。今回のお芝居の内容をちょっと教えてもらってもいいですか？はい、今回は一戸建ての建築現場が舞台の大工さんのお話なんですけど、タイトルは6時過ぎたらワンカップ。かわいい。ワンカップ、ちょっと緩くて陽気な感じの大工さんが主人公で、主役の大工さんはダメダメというか、近くにいるとこの人たちと思うけど、舞台上にいると笑えちゃうっていう。すごい新感覚ですね。ああ、そうですかね。場所は参宮橋って小田急沿いなんですけど、明治神宮の裏側のあたりなんですよ。から歩いて3分のとこにトランスミッションという劇場がありまして、その劇場の中に一戸建ての建築現場が作り出されてるんですね。6月12日から24日、全17公演です。6時過ぎたらワンカップ。おすすめの公演ってどの時間帯がいいとかってありますか？全部おすすめではあるんですけど、ただ日曜日の夜公演って結構比較的お客さん少ないんですよ。ただ日曜日の夜は昼夜って公演で役者も温まってるし、お客様もお昼より夜の方がやっぱ感情とか動きやすくなってて、いいのが出る可能性がとても高い。あと電車も空いてる。あ、確かに帰りがゆっくり帰れるみたいな。なるほど、なるほど。土日は、昼公演と夜公演ってもう2回設けられてるんですけど、夜公演の方がもしかしたらよりいいものが見れるかもしれないです。劇場の中ってどんな雰囲気なんですか？今回、飲食 OK にさせていただいてて、すごい珍しい。ご飯食べていいみたいです。真面目に生きなきゃ、ちゃんとしなきゃっていう世の中だとは思うんですけど、その役者は本当にちょっと狙わないけどおバカな感じで、そういうのってやっぱ普通に生きてたら常識では笑っちゃう、人のこと笑っちゃダメっていう感じなんですけど、たまにはちょっと枠を外して劇場の中は笑って「バカだな」とかいう感じでちょっと軽く飲みながら、で見終わった後こう「あっ、なんか人生面白いな」とかちょっとなってくださったら嬉しいなという感じで、なんかもうパワーがもらえそうですね。そうですね、なんかそこが狙いというか、別に大した深みはないんですけどなんかこれを訴えたいんだっていうのではなく、あ、人間って面白いなとか、なんかこういう人たちもいていいなとか、そういう感じで、なんかまあ日頃の緊張とかストレスとかね、いろいろ抱えてる方がちょっとでも気を緩める時間になるみたいな感じですかね。はい、素敵です。イエーイ、ゲットしましたイエーイ。 Korin's Question。 もしよろしければ、開演中とありますが、一芝居していただけたり。はい、本当ですか、はい、ちょっと皆さん見てみたいですよね。ちょっとやっていただきましょうか。以前私が演じたキャラクターなんですけど、結構長く引きこもってる、もうちょっとクレーマー気質になった嫌な青年というか、まあ、もう30代ぐらいの設定なんですけどすごい細かい設定ですねで、その引きこもりの、まあ、純という人が食事、デリバリーで食事を頼んで、それが届いたというところを行きますお願いしますやっぱりソース入ってなかったんですけど、このだけ届いて食べろって言うんですか？お宅が入れるの忘れたんでしょ？デリバリーの人がバーベキューソースだけを盗むとでも言うんですか？ハンバーガーソーダを盗むならまだしも。そうですよ、そこがポイントなんですよ。ちなみに僕はお宅のバーベキューソースがものすごくタイプなんです。はあはあはあ、そういう時は素直にありがとうございますって言えるんですね。じゃあチキンナゲット購入したこの袋に、お宅のシャゴがしっかり刻印されたこの袋にバーベキューソースが入ってない時は何て言ったらいいんですか？お尋ねいたします。あのね、抵抗は無意味なんですよ。僕の忍耐力底なしですからね。僕の辛口レビューをなめないでいただきたい。ふざけんなこのシオンカ野郎。そうですよ、その態度ですよいえ、そこまではいいんですよ。あ、いえ、バイトではなくお宅が直接持ってくるのなら僕住所ぐらい教えます。え、あ、いや、いいです。あ、いや、いいです。あ、え、それなら僕が今は思い浮かばないので後でメールします。くっそー、ありがとうございますこういう人いますよねすごい。どうやってやってるんですか？どうやってやってる、はい、これは結構半年ぐらい役作りしたんですけど、まあ、最初は台本をもらったところからなんですけど、いろんなこの人どんな人なんだろうっていうのと想像と、あとはオタクの人のちょっと言ったら実体験がブログとかに載ってたり、それを結構読んでみたり、なんかこんな気持ちなのかとか。あとは、まあ、人間観察をしたり、映画とかそういう系のキャラクターの人とかがいると観察してみたりとかで、5ヶ月ぐらいすごいさすがです最後にお伺いしたいのが、今後の展望というかどうなっていきたいみたいなのってあるんですか？はい、一番の目標はやっぱり目指すとこは一流の役者さんたちと共演したいっていうのが一番なんですけど、まあ、そこまで行くにはもう本当長い道のりだと思うので、まずは劇団の基盤をちゃんと作りたいなっていうのと、そこでまあしっかり勉強しながら実力をその時、そう、いつかチャンスがもらえるならその時に活かせるように実力つけたいなと。皆さん、じゃあこちらご興味がある方はぜひ足を運んでください。コリンでした。じゃあねー。Korin's Question。 チャンネル登録お願いします。